エディオンエディオンイースと東京エディオン店舗の1、霊株式会社東京エディオンは、かつて存在した関東地方を営業基盤とする日本の家電量販店チェーンでエディオングループの一社、エイデンが吸収合併している店舗名はグループ名と同じエディオン。これは従来手薄であった関東地区における事業を強化するにあたって、石丸電機以外のグループ会社の名前が、 あまり浸透していないこともあり、グループ名をより全面に押し出すことを狙いとした。2008年以降、関東地方のデオデオ店舗の一部と緑電化前、店舗が順次譲渡され、エディオンブランドへ転換された。残るデオデオの店舗については、ブランド名はそのままで、運営の遺憾を受けた。さらにエディオン保有の石丸電気株を譲渡され、グループ全体の関東での戦略を担うこととなった。 なお、100万ボルトとそのフランチャイズ店舗が関東に保有する店舗については変更はない。しかし2008年度の関東地区での営業損益は赤字となり、経営再建と効率化促進のため、2009年2月1日付で石丸電機とともにエイデンに吸収合併された。そして2009年8月には関東で展開するエディオングループのブランドを同年11月より、 シマル電機に統一する意向を表明したため、エディオンブランドの店舗は会社設立からわずか2年で姿を消した。その後、エディオンイーストとエディオンウエストを吸収合併して事業基盤の統合を推し進めてきたエディオンは2012年5月、同年10月1日より直営店舗ブランドをエディオンに統一することを表明。関東地方ではエディオンブランドが事実上復活を遂げる。 ただし東京エディオン時代と同様、100万ボルトとそのフランチャイズ店舗が関東に保有する店舗については変更はない。なお初代エディオンのロゴは E マークとエディオンの組み合わせで、石丸もこのロゴを踏襲しているが、二代目エディオンのロゴはエディオンエディオンの文字を二色で描いたシンプルなもので、愛と王は電化製品のスイッチを模したデザインになっている。 当社市会社の関東事業展開についてありがとうございます。